ケンさんあります。上にしてほしいし、ちょっと今ちょっと待って、やばい、やばい、嘘、触りたい、え、やばいよ、嘘、超触りたい、やばい、でもこれは触られる。ライズさん、2人でお話できませんか。あ、はい。みんなにベタベタ触られてデレデレしてる親父さんも見たくないなと思ったし、今だと思って声かけました。親父さん、終わったら2番目にちょっとお話ししたいので待っててもいいですか。もちろんもちろん、ありがとうございます。はい、ちょっとさ、時間との戦いですよね。あー、ソファーだ、あそこの一瞬だった、やばい、とにかく2人での時間をゲットできればもっと私に興味持ってもらえるんじゃないかなって、面白い子だって思われたいな。右手で声がいいって言ってくれて、なんか覚えてくれてました。いや、もちろんもちろんもちろんなんかまた、うん、みんなが話してて話せなかったりしたら、はいはい、書こうかなと思ってメモ帳みたいな。そういうことか、そういうことか。そう、またなんか書きますね。じゃあもう行っちゃった方がいい。ダメなんだよ。いやいやいや、早くない？そう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 、大丈夫、大丈夫、ありがとうございます。いや、ごめんなさい。とんでもない。またゆっくり話しましょう。うん、ありがとう。さすが誘ってくれてありがとうございます。ごめんなさい。ありがとう。ぜひぜひ。いいですか。どうぞどうぞ。次は私。もうハグめっちゃしたやん。マジモンスター。また次だな。絶対そう。なんで？じゃあ次だから。引かれるって。え、別に。マジで。もうなんかみんなすごくって。空気に圧倒されて全然行けなくて、なんかすごくいい。 ありがとうございます。はい、すごいでも今日多分私史上一番綺麗です。来た。いやでもそう、私史上とか俺のテーマも自分史上最高な状態でみんなに会うみたいなさ。今日会えてよかった、このドレスで。ね、本当ね。オッケー、すぐ行きます。もうこっち来てくださいよ、こっち来てくださいよとか、多くの美女に囲まれる経験が自分としてもないのですごい緊張したというか、一番インパクトがあったのはふくらさんでして。こっち来て、ちょっとこっち来て、こっち来て。あ、気持ちいい。え、見て、三日月めっちゃ綺麗だよ。あ、ほんとだ、三日月めっちゃ綺麗。注意しちゃダメだよ。えー、すごい。見ちゃった。そうだって、顔うずめてた。唯一の私の年上なんですけど、すごいなって思いました。なんか一周してかっこいい。まあ、限られた時間がある中で自分としてはこう動こうと思ってても全然違う流れがこうどんどんできてきて圧倒されちゃったんですけど、まあ、一人一人とちゃんと話したいなって気持ちがすごく強かったんで、そこはしっかりとやりきりたいと思います。